すする TV。 ずれずれ、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、前にも来たことのある豚骨の名店にまた来ちゃいましたということで、こちらです。ドン JR 蓮田駅から車で7分くらいのところにあります風神さんにお邪魔してます。前にも行ったことあるんですけど、なぜこのタイミングでもう一回来たのかというと、お世話になった店主さんがちょっと体を悪くして入院されるとのことなので、その前にね、もう一度あの濃厚な豚骨を味わおうと思いまして来ちゃいました。というわけで早速その特濃豚骨を堪能しちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン風神さん注文中です。今回はラーメンを常連さんがよく頼む油抜きでお願いしました。麺の硬さも選べるので、こちらも常連さん御用達の針金でお願いして待ってるだおう。こちらが風神さんのラーメン油抜きの麺バリカトです。うおい、油抜きにしたことによりダイレクトに感じられるという豚骨スープ、そしてこちらは店主さんセレクションの味変アイテムです。それではいただきます。さあ、麺が伸びないようにそそくさとスープを一口。塩分も豚骨もギンギンで、本当の意味で脳が目覚めましたなんてね。では急いでもう麺いきましょう。豚骨といえばの細ストレート麺をそそろハリガネなので、ダイレクトに来る小麦のインパクトはピーターアーツのハイキック。豚骨マックスなスープもダイレクトに絡んで、ほんとすごいインパクトです。さあ、この一発で病みつきになる中毒性の高い豚骨に味変も忘れてすがりつきまくっていたら、ここでいよいよ味変。甘辛油によく絡ませて、生卵にはさっとつける。生卵で少しマイルドになりつつも、油によるヘビーなボディーブローで一発ノックアウトやん。そんな感じですすりまくっていたら、ここら辺で名物のフライング替え玉をお願いしましょう。ちなみに受け手の方は金子大輝さんという格闘技でめっちゃすごい方らしいです。では替え玉も針金でお願いしたので、続いての味変、魚の辛そぼろいっちゃいましょう。スープを 2,3 杯入れてよくかき混ぜてすすってみると、バヒー、なんと例えていいかわからない唯一無二なうまさ。ベースのスープがぶれないアンディフグのかかと落とし並みの強力さだからこそできる味変だということは確かです。では遅くなりましたが、ここでチャーシュータイム。かなりのサイズにしてかなりのトロントロンさ、納得の神豚です。ってな感じでラストスパートも味変に勤しんだり、ダイレクトな豚骨をそのまま楽しんだりしていたら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。このマックスな豚骨や味変はまさにここでしかすすれない味ですね。それではごちそうさまで。はい、ごちそうさまでした。いやー、風神さんに行ってきたんですけれども、キレッキレのど豚骨で相変わらず美味しかったですね。今回は油抜きで注文してみたんですけど、豚骨がより際立って美味しかったですね。そして風神さんといえば、普通に食べるだけじゃなくてもう豊富な味ですよね。魚の辛そぼろから始まって甘辛い油、そしてそれを生卵につけるっていう、あの流れはもう鉄板ですね。あの味変アイテムにはもちろんご飯も合うんですけど、カレーご飯っていうのはこれまた絶品なんですよ。こちらはサブチャンネルの方で公開するので、ぜひご覧いただければと思います。しばらく店長さんが作る豚骨は食べれなくなってしまうとのことなんですけど、また復活を待っていたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、風神さんラーメンヒーローや。はい